静岡市の山間部、奥志津の特産品、本山自然薯が収穫の時期を迎え、今シーズン初めて出荷されました。静岡市葵区の藁科地区では、生産者が集まり、本山自然薯およそ2500本の出荷作業をしました。本山自然薯は、他の自然薯と比べて香りが強く、白くてまっすぐなのが特徴です。生産者の方によりますと、今年は日照時間が長かったため、例年より太く大きく育ち、雨が少なかったことから、粘り強く味が濃い自然薯に育ったということです。香りを楽しみならですね、秋だなというような雰囲気をですね、楽しんでいただければなと思います。本山自然薯はおよそ13万5000本の出荷が見込まれていて、スーパーなどで販売されます。